より小さい DNA は2巨人、27日、横浜。開幕から約1ヶ月が経ち、混戦が続いている。そんな中、首位を狙う巨人と勝率5割を狙う DNA が対戦した。巨人の先発はヨカワで、DNA の先発は K。どちらもクイックに課題がある投手で、機動力を使ったスリリングな展開が期待された。しかし巨人も DNA も、 もう一つ機動力を生かしきった野球は実践できなかった。最初に紹介すると、ヨ川のクイックは1、30秒前後で、K は1、40秒以上のタイムだった。プロならば変化球でも1、25秒を切ってほしい。ヨ川は牽制がうまいため、このタイムでも盗塁を決めるのはそれほど簡単ではないが、K は牽制も苦手で、 ちょっと足の速い選手なら盗塁を決められるレベルだと考えていいだろう。もったいなかったのは巨人。3回1死一塁。走者は角脇だったが、坂本が初球を打ってショートライナー。5回虫一塁。走者は吉川で投手のヨ川が初球に送りバントを決めた。坂本はクリーンアップを打つ選手で、打球もいい当たりだった。ヨ川の初球の送りバントも見事だと言っていい。 しかし、走者の走力と K のクイック能力を考えれば、経験値の高い坂本はファーストストライクまで待ってもよかったし、与川の送りバントも盗塁を決めた後でよかった。DNA は機動力で崩そうという意識が低いように思えた。2点をリードされた4回1死1・2塁、関根の打球は1塁への痛烈なゴロだった。これを1塁手の岡本はがキャッチし、 ベースを踏んだ後に二塁へ送球し、宮崎は楽々アウトで閉殺になった。しかし、タイミング的に楽々とアウトになるのなら、二塁ベースに滑り込まず、ランダウンプレーに持ち込む意識が欲しい場面。そうなれば二塁走者はホームを狙えるチャンスができる。おそらくアウトにはなっただろうが、そうした粘り強さが得点につながるケースはある。もう一つチグハグに見えたのは、 6回虫1塁でフルカウントになった時だった。投手は高梨で、クイックタイムは1、25秒前後で、足の速い選手でなければ簡単には走れない。1番桑原の走力を考えると、単独スチールは難しくてもフルカウントでの自動エンドランはかけてもいい。しかし石上は空振り三振で、桑原も2塁へ走らなかった。このケース、1、2番で動けないと、 機動力野球は実践しにくい。変速左腕だけに空振りの可能性を考えて走らせなかったのなら、石上には最初から代打を出してよかった。長いシーズンで勝ち抜くためには、機動力の使いどころが重要になる。今試合までで巨人は盗塁12個で、DNA は13個。どちらも走れる選手はいる。もう少し機動力を有効に使える野球や、 機動力で揺さぶれる投手に対して効果的に使えればもっと優位に戦える試合は増える。スリリングな機動力野球で白熱した試合を期待している。日韓スポーツ評論家。